闇の炎に抱かれてる。はいどうも、最近大学の店で買い物しようとしてたらハロウィンが近いためか、店員のおばちゃんが一人だけカボチャの帽子をかぶっているのを見て、なぜか和んだ男、カイトです。ハロウィンの動画撮ろうと思ってたんですが、あまりいいアイデアが浮かばなかったのと、約3日に1日投稿の僕には、この動画出す頃には気づいたらハロウィン終わってね、という考えに至り諦めました。あと最近は動画撮影するときや編集するときは必ず気合い入れてエナジードリンクを体にぶち込んで頑張っております。今回ですね、サンリオ男子というサンリオキャラクターが好きな男子高校生たちが登場するアニメのキャラクターに突っ込んでいきたいと思います。サンリオといったら今我が宿敵ハローキティがいるところですね。絶対今年中に追い抜かしてやるってばよ。それではどうぞ。長谷川浩太、好きなキャラポムポムプリン、部活帰宅部、無人島に一つだけ物を持っていくとしたら漫画。でも結構暇ないのかな。あ、こういうお気楽系男子ね。サバイバルなめんなよ。せっかくなので秘密を一個発表してください。背中にホクロを発見しました。はい、今年一どうでもいい暴露ありがとうございます。今年の抱負、何でも一生懸命頑張る。もらって嬉しかったプレゼント、最近だとユウがプリンのボールペンをくれたのが嬉しかったです。ここでここぞとばかりにプリンちゃん要素ぶちかましてきましたね。好きな顔文字、この項目いる？マジで誰得なのこのコーナー。あー、水野優、好きなキャラマイメロディ、部活帰宅部。この時点で2人帰宅部確定なんだけど、これこの先の3人大丈夫だよ。まさか全員帰宅部とかないよね。無人島に1つだけ物を持っていくとしたら、テレビ。あ、電源ないか。何このノリツッコミ、真面目に答えろや。サバイバルなめんなよ。せっかくなので秘密を1個発表してください。メロちゃんのコンタクトケース5個持ってる。これはイケメンだから許されるのであって、これブサイクが持ってたらクラスで孤立しいじめられるのほぼ確定だから。今年の抱負、友達とピースフルに過ごす。いや、どんな過ごし方だよ。お前昨年戦場にでもいたのかよ。吉野俊介、好きなキャラハローキティ。無人島に一つだけ物を持っていくとしたら、釣り道具。釣りしてみたい。せっかくなので秘密を一個発表してください。中指と薬指がくっつかない。いや、くっつくだろ。お前が今んとこどうでもいい暴露オブザイヤー1位だよ。どんな時に一番テンションが上がる？試合に勝った時。好きな顔文字、使わない。今年の抱負、負けない。てかなんだこの回答から溢れるこいつの松岡修造みたいなオーラは。西宮亮、好きなキャラリトルツインスターズ。無人島に一つだけ物を持っていくとしたら、水。組むのやだ。いや、井戸かなんかが無人島にある選定で話してんのかなこれ。サバイバルなめんなよ。せっかくなので秘密を1個発表してください。ピアスを開けたことがある。ちっちゃい時だから塞がったけど。今年の抱負、心を豊かに1年を送る。旅行に行くならどこ？ベニス。心が汚れてるのか、俺一瞬下ネタにしか見えなかったよ。すいません。源誠一郎、好きなキャラシナモロール。部活弓道部、委員会生徒会。無人島に一つだけ物を持っていくとしたら、発煙筒かな。見つかる確率を考えると、お互いの第一印象。考えても考えてもコウタの印象が思い出せなくて申し訳ない。おーい、これコウタくん誠一郎にいじめられてないか。せっかくなので秘密を一個発表してください。餅が好きなので正月が好き。今年の抱負、楽しみながら生きる。いや、お前はニューヨークタイムズ紙のナンバーワンベストセラー作家ジェームズ・バン・プラグか。今日転校生が来る予定なのですが、ちょっと遅刻みたいですね。初日から、先生遅刻しました。いや、初登場からお前何白米と枕学校に密輸してきてんの。裸の大将でもこんなことしねえから。いや、あんた何なのそのご飯は。家で食べる時間がなかったってこと？え、すごい、まさにその通りです。で、先生、あの、何かおかずってないですか？は？走ってる時全部おかず落としちゃって。知らないわよ。餃子がいいです。え、注文？しかも注文する気？もうあんたとにかく自己紹介して、簡単にね。あ、はい、イクのルミです。はい、実はそうなんです。で、あの、すいません、処女です。素人処女です。しかも私、正直、ヤギ座です。破天しなく、どうでもいいから、その情報。何度調べても、私はヤギ座でした。どうしても私はヤギ座なんです。逆に哲学みたいに問いただし始めちゃうスタイルね。以上です。ご清聴様でした。はい、じゃあそこの席ついて。じゃあ授業始めます。教科書26ページ。あ、どうも。私、吉田久美子。よろしくね。久美でも久美子でもいいから。私、イクのルミ。うん。ひろたかって呼んでね。ルミちゃんの名前どこ行った？なんでひろたか？親戚にひろたかっていうおじさんがいるから。あ、そうだ。お菓子あるけど食べる？え、うん。あ、でも今はチョコとか？いや、お前予想はしてたけど授業中なのにやりたい放題だな。わたあめ、食べよ。それ絶対カバンの中4次元ポケットでしょ。とか普通の人ならね、思うかもしれませんが、あえてここはスルーしまーす。え、でかっ。それは、ん？またお前は、なんだそれは。ん？敵？えいやー。ルミちゃん、定額2週間。いや、お前もう学校来んだよ。最後まで見てくれてありがとう。
少しでもいいなと思ったらチャンネル登録よろしく。それじゃ次の動画でな。またな。